ほいみなさんどうも MT です。今日はですね、雑談なんですけど、雑談といっても、まあちょっとは価値のあるかなと思うような話です。まあ、先日アンケート取ったところ、その勉強方法とかちょっと知りたいという方も何人かいらっしゃったり、あと、時々アンケートの方で、アンケートじゃないてコメントの方で、まあどういう勉強してきましたかとか、どういう参考書で、どういうテキスト使ってましたかっていうようなことを言われたりするんですね。で、それについてちょっと、まあ、思ったこと的なことをですね、言いたい。 伝えておきたいいと思いますで、まあ、先に言っておきますけれども、まあ、勉強方法はこういう方法だとかあとこういう参考書を使っていたとかそういう話ではないのであのそういうことを聞きたい方はちょっとあのごめんなさいそういう話はしませんでもですねあの数学一般についての、まあ、勉強の態度みたいなことをちょっと話したいと思いますでまず、まあ、いきなり入ってしまいますけど数学とか、まあ、数学に限らず学問全体ですけど、まあ、数学に絞っていいますとその数学の目的って何ですかとかね いいうこととがあると思いま,すまあ、大きく分けて、数学の目的と数学の勉強方法ということに分かりますで。まあ、もちろん勉強方法についての質問ですから、そっち話せばいいじゃないかと思われるかもしれないですけど、やっぱり目的がなくては方法がないというわけですからね。で、目的は、まあ、これを言うとですね、チープになっちゃうといえば、チープになってしまいます。そもそも、まあ、生きる目的って何だみたいな話とは、まあ、無関係じゃ無関係なんですが、まあ、学問の目的というと、やはりチープになってしまいますね。でとはいえ、 まあ、数学に特別に限っては、まあ、いろいろ言うことができます。例えば、まあ、数の、なんか関係性を調べようとかね。あとは、ま物事を体系的に調べたいとか、いうことなわけでそうすると、まあ、なんか目的は、その理論を作ることかとかね、問題を解くことかみたいなこと言われると思うんですけど、個人的にはまあ、そこまで技術的な話とか具体的な話には入らなくても、なんか、自分の今、持っているような価値観を、 捨てることができるようになることかなとは思っています。論理的にですよ。その、ただ、捨てろと言われたから捨てなさいとかですね。あの、もういらないから捨てなさいとか、そういうことではなくて、自分の頭で考えて、ある種、正解主義をなくす、えー、という、まあ、正解主義という偏見をなくすということがあるかなと思います。結構、まあ、人によってはそんなん分かってるとか、まあ、そんなん、なんか全然実用的ではないと、あなんかアブストラクトナンセンスと思われるかもしれないんですけど、僕はまあ、結構、これはいい線いってるんじゃないかなとは思っています。つまりですね、 この目的のとは何かとか、方法、こういう勉強方法、いい方法があったら教えてくださいという、そういう問いをしなくなるということが一つの目的であります。これはちょっと、あの、まあ、自虐的というか、まあ、自己矛盾的に聞こえるかもしれないんですけど、目的とかね、あの、方法論を今聞こうとしているわけですから、言おうとしているわけですし、まあ、ちょっと自己矛盾的に聞こえるかもしれないんですけど、そういう正解主義から脱却するということですね。やはりどうしてもその、 人間である以上何か安定思考みたいなものはあるわけです。それはあの、学問とかに限らず生活の上でとかですよ。もう、有志以来ずっと人間が求めてきたことはある種の安定であります。まあ、収入の安定、家族の安定、生活の安定、健康の安定とかそういうことであるわけですけれども、まあそれはそれでいいとは思うんですよ。安定ってやは,やはり。 いいわけですいいんだけれども時々その中に強殺物が入ってきてもあの気づかれないということがありますそれは無意味な安定ということがありますねもう安定というよりかむしろ偏見ということになりますそういうものについてはむしろ捨て去る方がいいわけですねでどれがいい,い,い意味いい善玉菌でどれが悪玉菌かどれがいい安定でどれが悪い安定かまあそういうある種見た目は一緒だけど中身が全然毒だっていうようなことがあるわけですよね で、そういうものを見極めるための非常に良い,い道具だって、まあ体系であると僕は思います。数学とかね、科学とかいっぱいに言えることかと思います。つまり、今、正しいと暗黙に思われているようなことは、将来全然そう、そうとは限らないよっていうようなことを、自分の、 責任において言えるようになるということ。それはきちんと理由を持っているし。し論理的にもそれに一応の理由はつく。絶対的に正しいかどうかわかりませんが、自分の頭で考えて、えー、自分はこう思うから、こういう理由の上で、まあじゃあ、あと自分の経験の上でそういうことが言えるようになるということが、一つの学問をする、数学をする目的かなとは思います。そういう意味でですね、まあ一昔流行ったせい、まあ受験し、受験戦争時代の名残っちゃ名残なんですけど、 まあ、あの、数学は暗記科目かどうかみたいな話がありますね。結局のところ、まあ何だって、その決められた枠組みの中で、大学受験という枠組みの中で、まあ決められた箱庭の中でしかってやつですかあれの中では、まあ確かに、 これだけの単元の中からその手の問題を出すというわけでは、という意味では、まあ、組み合わせ論的に有限ですから、まあ、暗記を全部し尽くせば、まあ、できなくはないです。まあ、他にはある種、まあ、最近ではその暗記という言葉を、は、まあ、ある種そういう、まあ、そんなわけないというようなことを皆さん気づき始めてますから、パターンという言葉にすり替えられているかもしれません。で、このパターンといった場合には、まあ、最近ね、流行りの AI, あの AI とかでパターン認識とか言葉がありますけど、そのパターンとは多分違う意味で使われ、 ガチですよね皆さんそのこの問題の時はこう解くのが、まあ、ある種のパターンだとかね、まあセオまあ、一昔は,前はセオリーと言われたわけですけど、まあ、セオリーはまあ英語の意味からしても全然違うわけですが、まあ、そういうパターン、まあ、こうでそれがまあいい意味で用いられる時と悪い意味で用いられる時があるわけですやはりそのパターンという言葉にしろね結構暗記折りの意味で使われる場合その結局のところはこういう問題に対してこういうパターンで解けば一応点は取れるし大学受験でも受かるっていうパターンという言葉の使い方とあとは そのスポーツでいうところのフットワーク連みたいな形でそういうパターン認識をたくさん積んだ上で。 ないとやはり応用というのはできないんだからまずは基礎基本をやるという意味でそののパターンのいわゆるパターンと呼ばれているような問題をたくさん解くことが、まあ、結局のところ近道だろうということ、まあ、何回も素振りをするということですねでその素振りをしたところで試合野球という試合ではその素振りが思いっきり役立つかどうかは現実的にそのないわけですけどその球を切ってないのに二て意味ないわけですからだけどやはりそれがどんどん積み上がっていってあらゆる基礎が固められて実際、応用が効くということになりますね。 で、僕は実はまあ、この後者の意味ではまあまあそうだろうな。前者の意味ではまあ、全くナンセンスで、後者のそのストアクレン的な方の対応においてはまあ一理あるなと思うんですけど。結局長い目で見ると僕はどうなのかなと思います。その後者の意味ででもですよ。その入り口前で違えると迷路って出,出口全然見つからないということもあってその、そのパターン連の末に。じゃあ本当に。 どうなんだろうっていうことがあるんです。まあ、例えば、まあ、教育行政としての数学はそれでいいと思うんですよ。その、みんながみんなに数学を使って、あの、生きていくわけではないし、もう、プロフェッショナルになるには、ある種、まあ、大学ので、研究機関に入るとか、そういうことについては、やはり、 ある程度の、まあ、こう言いたくはないですけど才能というのはあると思います、どうしてもね、まあ、ギフティッドと言われるようなその生まれてこの方、生まれてからもずっと振動と名の取った人みたいなものを見ると、やはり才能というのはあるのかなと思わされてしまいますし、まあ、そうじゃないにしても結局のところ、一歩先に先んじるかどうかというのはある種、その人の努力というその才能にも関係してくるわけですねその性格とかね。 でそういうものにも、まあ、その、あらゆる本当に単純な数学の技術的側面以外のところも、えー、どうしても絡んできてしまうところがあるので、まあ、そういう世界にみんなが行くわけではないのであれば、その教育行政的に、やはりみんなにその教養としてというか、まあ、人生の荒波をくぐっていって、 いくたためののの、まあ、最低限の教養みたいなもの、まあ、これぐらいできなきゃそもそも生きていけないよねっていうようなレベルの話の数学のものばかりですからね <laughs> っていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、これぐらいのことは知っていてほしいというような意味でその経験として、まあ、パターン認識とかまあ標準的な問題を何度もこう遂行していただいてということはあるわけですね物事を深めていくという経験を持ってもらうということはあると思うわけですね。とはいえですよ まあ僕はそ,のそういうものに対しても若干懐疑的なところはあります。というのは僕がまあそういうことを、あのー、に重きを置いてないということがやはり一番大きいんだろうと思います。結局のところ僕がやりたいことっていうのはその数学の面白いところをみんなと見たいというか、まあ、み共有したいというか、まあ、そういうものを見たいというのが一番大きいわけです。そうなるとまあ,あまりそういうパターンとか、ね、どうでもいいっちゃいいんですその準備段階で言われたらそれたそそまでででななんですけどそうでははくてやはり それ人それぞれの,その感受性というか、まあ、面白いと思うところがあればいいじゃないかと思うわけです。まあそれでその生計が立てられるかとかそういうことは全然気にしなくってまあ最終的にその自分の頭で考えて っていうようなありきたりの議論になっちゃうかもしれないんですけど、本当にそれしかないんですよね。勉強の方法ってまあちょっと方法論的なことに移っていきますけれども、まあ自分で本を読んで自分で考えて自分で理解するってことしかないわけですよ。そういう意味でもやはりあの正解主義、そのこういう勉強方法がなんか一番いい勉強方法ベストなものを探すとかですね。あとは。 目的は何だとか、そういうことを問うこと自体がナンセンスだと思えるぐらい自分の頭で考えて自分で、あの、納得するっていう経験を持ってもらうっていうことが数学の勉強の目的の一つでもあるし、そういうものが方法でもあると。だから目的と方法というのは本当に料理のようなもので、どっちかを失ってもどっちも、あの、どっちかを語れなくなるというタイプのものであるということが、まあなんとなくこの僕の下手な語りで分かっていただけたでしょうか。とはいえですよ。 そこからがちょっと問題なんですよ。じゃあ具体的に勉強方法って、その自分の頭で考えてって、やみくもにやればいいのかというと、そこがまたそうではないというのが、やはり問題、人生の難しさというところでありまして、やはり効率というのはどうしても拭えません。その一般的な言うところの、なんか減ってな塾の先生とかいう効率的に勉強しなさいとか、その辺で言ってる、なんかコスパがどうのって、最近流行りのコスパってやつですよ。あれはまあ,草あの、ゴミに捨てていいと思うんですけど、ああいうことではなくって、その、 歴史的な筋とか、あの、合理的な考え方、その理論的枠組みの背景とか、そういう思想みたいなものが筋ってことになるわけですが、それに準じることがやはり効率的にもいいし、長い目で見て、やはりそういう方法でないとどうしようもないっていうことはあるわけです。その、例えばね、まあ、生まれてる瞬間に息を吸うように数を数えてたっていうなんかとある天才もいますけれども、そうではなくって、やはり数学を、 というものにこう見せられて勉強したいなと思った場合には、どこかのやはり世界観に染まるほかないわけですよ。本読むにしたって何か世界観があって書かれてるわけです。まあ技術的なことはさっておいて、こういう枠組みのもとでやっていくんだっていう思想があって書かれているわけですよね。そうすると、やはりその、 世界観、まあ、を知らなきゃいけない。知ってるような人に教わらなきゃいけないわけです。どこかの段階で。そういうことは本人はあまり書かれないんですね。で、そういうことを知るためには、じゃあどうなるかっていうと、その先生がどういう、どういうことをか知っているかとかですね。まあ、具体的に言えばその歴史ですよ、その学問の。歴史を知って、どういう世界観でどういう筋で語ろうとしているのか、何を問題意識としているのか、そういうことが分からないと効率が非常に悪いんですね。というのは、 まあ僕たちは凡人ほとんど凡人ですからねでもこう2000年来に各時代で各土地でもうあらゆる人間がいてあらゆる天才がいたわけですよその天才たちが思いっきり考えてきたものを僕たちが思いつくわけないじゃないですかでそうするとその人たちがもう、まあ、それこそ文字通り命を捨ててまあもういないわけですからね捨て去ってでも後世に残そうと思って書き残したものを僕たちが読んで 何か得るものってあるに決まってるじゃないですか。で、そういうものを学ぼうということなんですよね。ですから、本当はその、正解主義とか正解がのこういう勉強方法ベストなものはないという話でしたけれども、よくよく、まあ、それはそうなんですよ。そうなんですが、じゃあ、自分の頭で考えて自分で勉強しようって思ったときに、その中身を具体的にやっていこうとすると、やはりどっかにそういう効率とかですね、その歴史的な枠組み、あの、背景、歴史的順当性を持った、 背景みたいなもの、背景的知識というものは、やはりどうしても筋とか効率のところに効いてくるというわけなんですね。で、時々、まあこういうことを言うと、なんか、なんかね、教師さいと言われるのがちょっと怖いんですけど、まあ実際僕は教師じゃないわけです。で、まあ時々あるのは、その、こういう、ちょっと上から目線的な意見と、 学生からの意見というのはちょっと別個にあります。つまり、こんな勉強して何になるんだっていうような発想ですよね。あと、受験に対する批判みたいなことがあったりしますあの。学校教育批判と受験に対する批判ですね。で、これについては僕は全くナンセンスだと思っています。というのは、そもそも勉強する機会というのは受験制度とか教育制度がなければ得られなかったものです。ですから、まあ、どんなに批判を言おうと、そういう枠組みの中で人間がまあ全体として、集団的 生物ですからそもそもそういうものがなければそういう機会さえ自分に与えられなかったと思えばもう少しあの応用になるべきです精神的にまあ、大人になるべきですでもう一つまあ、一番下劣なのはだから自分が勉強しない 言い訳を探してそういう批判をするというのが一番最低ですよね。まあそういう人も、まあ分からなくはないですけどね。僕もそういうこと言ったことありますからね。で、それは一番ダメなケースだとしても、ダメ、まあ、救いようがある人もいるんですけど、まあダメとしましょう。今、この段階で。今のこの説明の都合上ですよ。ここにはたくさんの語るべきことがあるんですが、まあ今ここではまあやめておきましょう。で、じゃあその次に。 本当は自分はもっとこういう制度がなければもっと勉強するのに受験制度とかこういろんなことを勉強しなきゃいけなかったりまあそういうなんか枠組みの中で抑え込められるのが嫌だというなんかちょっと背伸びしたような子まあ僕もか、なんか若干の経験がないわけではないですで、そういう子にがやはりまあその人にとってはやはりなんか高みを目指そうというかまあある種自分は もっとできるんだというある種のなんかねそういう感じがある人もいると思うんですよだけど受験ってそんなにあのたくさん学べることがありますよあの実際じゃあ受験がダメな生徒なのかっていうと僕はそんなことないと思います受験はむしろ永遠に残っていくタイプのものだと思いますまあ家庭以来からずっとそうですねっていうのは まあその受験が一つのモチベーションになるとかねそういうことはあるしまあそもそも受験制度とか教育制度がなければやろうとも思わなかったわけですよでもちろんきっかけはなんかそういうもんですで残念ながらねでそういうものなくても僕は数学とか科学とかに興味を持ったよってでいう人に問いたい本当ですかってだからもちろんそういう人もいますよいますけど本当ですかって言いたいんです ですから、まあ、例えば、まあ、ちょっと話はそれますけど、その、価格のおかげで命があるというふうに思ったら、まあ、その、っていうような話ですよ。ちょっとごめんなさい、散逸してしまいますけど、まあ、要するにですね、安易な受験批判、安易な教育批判っていうのは、大概が棄却されるってことです。ですから、ま、そういうことに時間を割くのではなくて、まあ、勉強しましょうっていうことですね、まあ、安直ですけれどもね。 といいいうことが言いたいわけですそして、まあ、繰り返しになりますけど目的と手段というのは別目的と方法というのは別で、まあ、そういうものは別実はないと世界主義的なことから逃れることがそもそもの、まあ、目的であるということになると個人的には思っています。でそれを理解した上でそう逆に言えばそういうことを理解した人にしか言っちゃいけないことがあって。 じゃあ、効率は何なのかということになります。それは先ほどの繰り返しになりますので、詳しくは言いませんが、まあ、歴史的順当性ということですね。ということになります。そこがまた難しいんですがね、その、すべての教師とか教員が知っているわけではないし、すべての大学の教授方とか、まあ、あの有能と言われている人がそういうことを念頭に、物事の念頭に置いてやっているわけではないです。ですから、まあ、最終的には当たり外れなんです。さらに歴史的なこととか、そういう順当性というものが、むしろ、 マイナスの方に作用していってしまうということがないわけではないです。ないわけではないですが、往々にして正解になります。ということは言いたいんですね。というのは理解の順番というのが歴史の順番にそぐって、そうてくることがもう大半だからですね。まあ、いきなりその仏教的な話をのなんか真理を言われても子供にはわかんないってことです。でもやっぱり成長していくうちにあの人の言っていたことはそうなんだなっていうふうな気分になってくるわけですよ。 で、そういうタイプのところがちょっとやはりあるんですよね、残念ながらね。残念ながら。まあそういうことにあるんですよ。というわけで、まあ、安易な批判はやめましょうと。まあそれだけなんですかね。というわけでちょっと長くなってしまいましたけれども、まあここまで見ていただいてくれた方、まあよっぽど僕のことが好きなんですね、ということです。さあ,あ、<laughs> さよなら。